ブンデスリーガは18日第8節1日目を行いミッドフィルダー、香川真司とミッドフィルダー、丸岡光の所属するドルトムントは敵地でフォワード大迫優也とミッドフィルダー長沢和樹の所属するケルンと対戦した。1対2で敗れた。香川はトップシフタでフル出場したが、チームは泥沼の3連敗。ベンチスタートの大迫は後半19分から途中出場し、決勝点をアシストした。 丸岡は2試合連続のメンバー外。前節、フランクフルト戦、2対3、に途中出場し、長期離脱から復帰した長沢もベンチ外だった。ドルトムントはミッドフィルダー、イルカイルンドガンが長期離脱から先発に復帰。ディフェンダー、エリック・ドゥルムがウォーミングアップ中に負傷したため、当初はベンチスタートの予定だったミッドフィルダー。 マルコロイスも赤予選発で6試合ぶりの復帰を果たすと、故障明けのミッドフィルダー、ヘンリク・ムヒタリアンも先発しした。10日のジャマイカ戦で脳震盪を起こし、日本代表を途中離脱しした香川も先発に名を連ね、2列目は右からムヒタリアン、香川、ロイスと並んだ。前半11分にはロイスが香川とのワンツーからフィニッシュにまで持ち込む。左足のシュートはゴール右へ 逆に前半39分に先制点を決められ、前半は1点ビハインドで折り返した。それでも後半立ち上がりの3分中盤で香川がプレッシャーをかけてボールを奪いカウンターを仕掛けるとロイスのスルーカスからフォワード、チーロインモービレが右足で同点ゴール、1対1に追いつく試合を振り出しに戻。ケルンは後半19分、ミッドフィルダー、ダニエル・ハルファーに変えて大阪を投入。 大迫はフォワード、シモン・ゾラーとツートップを組んだ。すると同29分、右サイドのスペースでボールを。右受けた大迫がゴール前にグラウンダーのクロスコレにゴールキーパー、ロマン・バイデン・セラーも飛び出したが、ボールに触れず、逆サイドに抜けてきたところをゾラーが無人のゴールに難なく押し込んだ。相手のミスもあったが、大迫の今季初アシストで勝ち越しに成功したケルン。 その後のドルトムントの反撃も粘り強く跳ね返し、そのままに対位置で逃げ切った、連敗を3で止めたケルンは8月30日のシツットガルト戦に、6試合ぶりとなる今季2勝目。一方のドルトムントは故障者が続々と復帰しながら3連敗を喫し、これで5試合勝ちなし、1分け4敗となった。